熱狂的な応援と強烈なヤジ。夜中に阪神百貨店の前で六甲おろしを大合唱し、道頓堀川にダイブする。その派手さは12球団一と言っても過言ではありません。そこで今回は阪神タイガースファンについて取り上げます。甲子園でしか聞けないヤジに敵の選手も笑いをこらえる。阪神タイガースの本拠地甲子園球場では厳しく激しいヤジだけではなく、他の球場では聞けない面白いヤジもあるといいます。元中日ドラゴンズのエース吉見一輝氏はある甲子園での阪神戦で好投していました。イニング間にベンチ前でキャッチボールをしていると、吉見くん、吉見くんと客席から何度も呼ぶ声が。これは何かきついことを言われるなと思いチラ見すると、頼むから打たれてくれやという変なヤジを飛ばされ、思わず笑いそうになるのを必死にこらえたそう。また巨人の立岡総一郎選手は打席に入ると客席からダミ声で、タピオカー、タピオカーと連呼するヤジが。無事にバントを成功させたものの、立岡選手の顔はこわばっていました。おそらく笑わないように必死に我慢していたのでしょう。さらにマスコットのジャビットも標的にされ、マスコットのくせにビジター用のユニフォームまで持っとるとはな、金持ち球団は違うのとやじられています。また昔から巨人に対する阪神ファンの対抗意識は凄まじいものがあります。甲子園球場近隣の居酒屋では1980年代の巨人のエース江川卓氏の特徴的な耳をもじった江川の耳焼きや巨人の叩きがメニューに並びました。そしてヤジの対象は敵チームだけではありません。1999年阪神にドラフト1位で入団したものの、怪我に泣かされ5年間でユニフォームを脱いだ的場寛一氏は練習中に、おーい的場と言われて振り向くと、集中しろとやじられ、振り向かないと、聞いてんのか無視するのかとやじられたと10回。ちなみに現役を引退してもヤジが飛ぶようです。鳥谷隆氏は阪神時代キャプテンを務めるなど中心選手として活躍しました。現役引退後、2023年2月の大阪マラソンに参加した鳥谷氏は沿道から、鳥谷もっとしっかり走れよとヤジが飛んだことを明かしています。前半に分けてちょっとペースが上がりましたとも語っており、このヤジが目標だった3時間45分を30分近く上回る好タイムを記録する要因の一つになったのは間違いないようです。現役選手が出演、シュールなテレビ CM の数々。1980年代、関西を中心に放映されたサンガリアコーヒーのテレビ CM に、2022年オフ阪神の監督に就任した岡田彰布氏をはじめ現役選手が出演していました。最多出演は岡田監督で、その中の一本は床屋編。散髪中に、岡田さん調子ええなと話しかけられ、角刈りや虎刈りやサンガリアと意味不明の返しをしています。選手時代の岡田監督の顔は昭和の喜劇王こと藤山寛美氏に似ていると言われており、コミカルな演技が話題になりました。緊張の虫除け剤の CM には、当時阪神の4番を担っていた掛布正幸氏が落語家の三遊亭円丈さんと共演。かかかか掛布さんというセリフと、グラウンドでは見せない屈託のない笑顔が好評で、この CM を機に多くの人に知られるようになったと当時を振り返っています。さらに掛布氏そっくりの掛布くんという少年もテレビ番組で活躍し、さらに知名度が上がることになりました。また阪神ヤクルトで活躍したトーマス・オマリー氏はお立ち台での決まり文句、阪神タイガースファンは一番やが大人気。 CM ではオマリーでオマーのギャグをかまし、新外国人ピッチャーボーグルソンの嫁はんですと、ボーグルソン投手の妻ニコールさんをなぜか紹介するなど好き放題。最後は、甲子園球場に駐車場はありまへんと公共交通機関の利用を進めています。強烈なファンたちの熱すぎる猛虎魂。1985年、阪神タイガースは21年ぶりのリーグ優勝を達成。さらに日本シリーズでも西武に勝利し、球団初の日本一に輝きました。優勝セールでは阪神百貨店に人波が押し寄せ、関連店舗も合わせると62億円の売り上げを記録。熱狂的な阪神ファンを意味する虎吉は
今年の流行語大賞で銀賞を受賞し、虎吉による様々なエピソードが残されています。1983年オフ、阪神からドラフト2位で指名された池田近房投手は1年目9勝、2年目も9勝を挙げて優勝に貢献。西武との日本シリーズでは初戦の先発を任され完封勝利するなど活躍しました。パンチパーマが多かった当時の球界にあって、芸能人のようなスタイリッシュな髪型と甘いマスクで若い女性に人気があった池田氏は、近藤真彦さんになぞらえ球界のマッチと呼ばれました。そんな池田氏の元にはファンからプレゼントとして高級車ベンツが届けられたことがあり、慌てて返却したといいます。またジャケットをもらった時はあまりにもサイズがぴったりで、眠っている間に採寸されたのではと想像し怖くなったのだそう。前日の鳥谷氏も阪神に在籍中、 LL サイズの綺麗なエメラルドグリーンの女性ものパンティーをプレゼントされています。送った人が LL サイズだったのか、自分に履いてほしいということなのか、未だにわからないままだそう。1999年、野村克也氏が監督に就任した際には、阪神百貨店が純金ノムさん像を1体100万円で発売。6体があっという間に売り切れに。さらに、六甲おろしに合わせて踊るダンシングノムさんも売り上げを伸ばしました。弱い時もダメな時も、もちろん強い時もタイガースが好き。阪神タイガースは1987年から2001年までの15年間、A クラス入りはわずか1度で、最下位を10度経験するなど暗黒時代と呼ばれた時代でしたが、その間もファンは応援を続けてきました。日本ハムの監督を務める新庄剛志は、一軍に定着した1992年から移籍前年の2000年までの9年間でホームラン20本以上を3回達成。広い守備範囲と強肩を生かした華麗な外野守備でもファンを魅了しました。また1992年は果敢なヘッドスライディングが売りの亀山勉氏とともに亀新フィーバーを巻き起こし、チームも A クラスに浮上しています。翌年以降再び低迷期となりますが、巨人のクロマティに対抗してイノマティと呼ばれた猪俣隆投手は1991年に9勝、1993年に11勝を挙げています。しかしチームが優勝争いをした1992年は5勝にとどまり、1位ヤクルトとの差は2ゲームだっただけに、もしこの年10勝していればと思わずにはいられません。また1998年には2リーグ誕生以降新人最高打率となる3割2分7厘をマークした坪井友近選手など優れた選手も現れています。一方で実績のある選手を他球団から獲得しても活躍できず、3億6000万円で契約した外国人選手が神のお告げで帰国してしまうなどの事態が続発。こういった不運の原因を1985年優勝時にランディ・バース選手に似ているという理由で胴上げされ、道頓堀川に投げ込まれたカーネル・サンダース像の呪いではないかという説が浮上、川で捜索が行われる事態になりました。1998年から2001年までは4年連続で最下位になる屈辱。ファンの切なる思いからか、関西の神社では阪神最下位脱出と書かれた絵馬がしばしば見受けられました。そんな阪神タイガースでしたが、ついに2003年、星野仙一監督が野村前監督の育てた選手と新戦力をうまく生かし、18年ぶりのリーグ優勝に導きました。星野氏がしばしば口にした勝ちたいんやは、まさにファンの長年にわたる思いを代弁したものとなり、喜びは爆発。大阪御堂筋での優勝祝賀パレードには40万人のファンが集まり、神戸でもパレードが行われました。この年の観客動員数330万人は過去3年間の平均動員数約240万人を大きく上回り、さらに2005年にもリーグ優勝を達成。2014年は2位で終わったものの、クライマックスシリーズを勝ち抜き日本シリーズに進出。しかし2003年優勝時に喜びのあまり5000人以上のファンが道頓堀川に飛び込み死者も出るという事態になったことから、スポーツ紙には阪神日本一に備え限界、大阪府警1500人動員と書かれることになりました。時に熱すぎる猛虎愛に駆り立てられる阪神ファンについて、元巨人のエースで星野監督時代には阪神の投手コーチを務めた西本隆氏は、東京の巨人ファンにとって野球はどこまで行っても趣味の世界、その点阪神は地元の人たちにとって人生そのものと語っています。また大阪学で知られる作家評論家で
定塚山学院大学長も務めた大谷浩一氏は、阪神ファンの根底に対東京、対中央の意識があると指摘。大阪人が応援する球団が阪神タイガースなのではない、阪神タイガースを応援するのが大阪人なのである、強い弱いは関係ないと著書に記しています。というわけで今回の動画は以上になります。他にもあなたが知っている阪神タイガースファンのエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは。